シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日は今週末公開作品、2月2日3日公開の作品について語りながらシネマサロン課題作品を決めていきたいと思います。では早速、竹内さんお願いします。1本目の丸、ヒアですね。そして2本目の丸、ゴーストトロピックということで、まあ、あの新しい才能、バズ・ドゥボス、ベルギー出身の、まだ41歳、まあ、若干と言ってもいいかもわかんないですよね。よくあれだよね、あの PC で打ってるとさ、若干っていう文字をさ、間違えて出てきてもみんなそのまま容認して使っちゃうよ。どっちがどっちの若干だか分かんなくなる人もいるし、まだ若干41歳です。余計な話をしてます。ということで、まあ、あの2014年のこれビオレットなのかバイオレットなのか、英語使いなのかフランス語使いなのか分かんないですけど、2本目がヘルホールっていう英語タイトルからいくと、1作目はこれバイオレットなのかな、ビオレットじゃなくてね。いうことで、ベルギー出身の41歳で、2014年にビオレットで、ベルリン国際映画祭のジェネレーション14プラスに出品されて、そのジェネレーション14プラスの部門のグランプリ最優秀作品賞を取って、2019年のヘルホールでベルリン国際映画祭のパノラマ部門に正式出品して、香港映画祭のヤングシネマコンペティションの最優秀監督賞を受賞して、そしてこのゴーストトロピックが、カンヌ国際映画祭の監督週間に正式出品されて、それで2023年最新作のこのヒアーが、ベルリン国際映画祭のエンカウンターズ部門、これ新しく新設されても5年ぐらい経ったのかな、部門の最優秀作品賞と、いわゆるプレシと呼んでますけど国際映画批評家連盟賞のダブル受賞ということで、まあ、あのベルリンもカンヌもまだ本戦に出てないので、多分これ今後本戦に出てきて、まあ、賞に絡んでくる可能性が高いから、今のうちに見とけば、ね、もしかしてこの2本が当たれば、あのヘルホールとかバイオレットもあの公開されると、今のうちだったら全部見られるなっていうのがあって、まあ、新しい才能はいつでもね、どんな才能なのかやっぱり自分の目で確認したくなるので、そういう意味では今週一番刺激的な2本ということが言えると思います。で、まあこれ両方とも選ぶと2枠取っちゃうんで、まあどっちかといえばこの最新作のヒアーかなと。で、これがベルリン国際映画祭のエンカウンターズ部門で最優秀作品賞と国際映画批評家連盟賞を取ってるので、まあ、 あのいわゆる審査員にも認められ、批評家にも認められたということで、このヒアーをね、あのぜひ選んでほしいなというふうに思います。まあ、どうせそのゴーストトロピック選ばれなくても一緒にセットで見れば見られちゃうかな。ヒア選んだら絶対両方見るでしょ。まあそうなるでしょうね、当然。そうだよね。まあ、あの配給はあのドキュメンタリーの秀作をたくさん日本に紹介しているサニーフィルムさんですね。はい、次、3本目の丸、罪と悪ということで、まあこれ、まあ、あのいわゆるよくありがちな子供の頃に起きた事件で成長した2人とか3人とか4人とかが大人になって、その、まあ、人生の道を隔てるんだけど、ある時にそれがまた戻ってきてブーメランのようにその昔の事件が前に立ち塞がるっていうタイプの作品ですよね。で、そのまあ若い少年の頃に友達だった3人を高良健吾、大東俊介、石田拓也っていう同世代の俳優たちが演じてるのがなかなか面白いなと。で、まあキャストも結構揃っていてね、村川純、佐藤浩市、椎名桔平が脇を支えていて、まあいろんな俳優さんが出てるので、まあ、なかなか面白そうだなと思います。まあこれを3本目にするか、次の紹介しようと思った熱の後にを3本目にするか迷ったんですけど、とりあえず、この罪と悪の方を 3本目にしてみました。で、監督は斉藤佑樹さん、1983年生まれのバズ・ドゥボスと同い年ですね。今年41歳、まだ若干と言ってもいいかもしれない、日本映画だとね。井筒和幸、岩井俊二、武正治、広木隆一、入江優などの作品群で助監督をしてきて、初監督でデビューということですね。まあ、あの予告編を見てる限りやっぱりミステリーなんでしょうけど、少しノワールっていう感じかな。
いう感じで、まあ、どんな映画かちょっと見てみたいなと思いました。まあ初監督ってことでどんな作品作るのか見てみたいですよね。映画的教師が立ち上ってくる作風なのか、いわゆるウェルメイドに起承転結なのか、説明が多いのか、まあ、その辺ぜひ見てみたいなと思います。次4本目の丸、まあ、こっちを見たいという人も多いと思うんですよ、熱の後に。まあ、キャストはねこっちの方が、魅力的に感じる人も多いかもしれないですね。橋本は久しぶりの主演ですね。中野太賀、桐生舞、坂井真紀、木の花、鳴海由衣、水上浩司と、こっちもキャスト揃ってますよね。愛する男を殺そうとした過去を持つ女の一途で狂気的な劇場を静筆な映像で描く。ここまで説明する必要もないのにと思うんですけど、まあ、いわゆる何ホスト殺人事件でしたっけ、2019年に起きた新宿ホスト殺人未遂事件にインスパイアされて脚本を書いたということですね。脚本は日本で活躍されている井伊直音さんですけど、監督の山本、なんだっけこの人は読み方が忘れちゃった、山本明だ、明さんです。明だよね、はい、山本明さんも1991年生まれなので33歳。これはもう日本映画で言えば若干ですよね。でこれが商業デビュー作、PFU に、ピアフィルムフェスティバル2015年、回転サイクリングという作品で入選して、まあ、諏訪信彦監督と黒沢清監督に支持したそうですね。なのでまあキャストはやっぱこれぜひ見たいですよね。若手俳優もいっぱい出てるし、エグゼクティブプロデューサーはやっぱり貞井さんの名前も上がってますね。これビタゼンドなんだね、配給はね。ビタゼンド大忙しじゃないの。大忙しです、ね、大丈夫なのかな、あの人数で。っていうちょっと、まあ、いや余計な心配をしてますけど、余計な心配いらねえよって言われそうだけどいうことでね、まあ今大活躍中の中野太賀と橋本愛ですから、まあこれ見てみたいなと思いますね。次、あそうだ、これそれで釜山国際映画祭のニューカレンツ部門と東京フィルム X に出品されたんですね。はい、台北映画祭にも出てるんですね。丸はここまで4本です。で三角の1本目、ダムマネーウォール街を狙えということで、2023年のアメリカ映画、監督制作はクレイグ・ギレスピー。これジレスピーだと思うんだけどね、発音は。1967年57歳、まあ、なんといっても愛トーニャ史上最大のスキャンダル、これご覧になりました？いや見てないですけど、うん、話題になったのはよく、なかなか面白い映画でしたね、うん、いわゆるあそうなんだ、トーニャ・ハーディングのやつ、トーニャ・ハーディングのね、うん、後ろから殴りつけたんだっけ、うん、まあ、有名な事件ありましたけど、でキャストもね結構揃っていて、今話題のアメリカ・フェラーラ、確かアメリカ・フェラーラは今年のアカデミー賞の助演女優賞にもノミネートされたと思うんですけど、この作品じゃないけどね。あとまあいろいろ出てますよね、ヴィンセント・ドノフィル久しぶりですね、僕見るとしたら。ポール・ダーのね主演で、セス・ローゲン、まあ予告編これ見ましたよね、ディーさん、予告編面白そうだよね、面白そうです、いわゆるやったーみたいな感じのあれだと思うんだけど、うん、まあプア・ホワイトとか見るとこの野郎とか思いながら見てんだろうけど、ね、まあ、実話なんですね、実話なんですよ、実話を元にした映画ですよね、いうことで面白いですよね。SNS を通じて団結した個人投資家たちが金融マーケットを席巻して社会現象を巻き起こしたゲームストップ株騒動という実話があったそうなんですけど、それの映画化ですね、うん。クレイグ・ギレスピー監督は1967年生まれの57歳ですから、佐藤さんに近いですねどんだけ損したの、10億かなんか言ってましたね、あれ面白いよね、予告編でね、あんまり聞きたくないでしょ、ネタバレどう、いやもちろん聞きたくないけど見ちゃう、ね、結末どうなるかは結構気になります、ね、気になるよね、うん、ということで三角の2本目はジャンヌ・デュ・バリー、国王最後の愛人ということですね。2023年のフランス、ベルギー、イギリス、ロシア、サウジアラビア映画ですね。18世紀に、フランス59年間在位した国王ルイ15世の最後の交渉、おめかけさんですね、ジャンヌ・デュ・バリーの波乱に満ちた生涯ということで、まあ、マイウェン、監督のマイウェンはですね、俳優として活躍している方で、非常に多分意欲的な方なんだと思うんですね。それでもう監督業にも乗り出して、まあ自ら多分この企画は自分に合ってるということで、
まあ、監督、脚本、主演ですね、多分企画もしてんだと思うんだけど、自分に合う題材をね、狙うということで。で、監督、脚本、主演のマイウェンさんは1976年生まれの48歳。まあ、モンローは愛をめぐる、とか、それぞれの理由とか、カンヌ国際映画祭にも2本出品されていて、あ、モンローは愛をめぐるそれぞれの理由ですね、これで1本ですね。もう一つがパリ警視庁未成年保護特別部隊っていうのがあって、このパリ警視庁で、カンヌの審査員賞受賞してますね。いうことで非常に、彼女が、選択したっぽい題材だなというふうに思う。自らが主演して監督もできる題材、そしてあの復活後初めて、フランス語、全編フランス語でジョニー・デップが、ジョニー・デップフランス語全編話せるぐらいうまいんだね。いやー聞いてみないと、あでも聞いたところでうまいかどうかは分からない。奥さんもフランス人だったじゃん。あじゃあうまいんだね、うん、娘は当然多分フランス国籍だよね、あのリリー・ローズ・マリー・デップ、リリー・ローズ・デップか、ローズ・マリーの赤ちゃんにしちゃった完全に。会われたことあります？え、ジョニー・デップさんに。ジョニー・デップ、いや会ったことないと思う。あ、自分で今から自慢すんの？いやいや僕会ったことありますよ。違うの？私はない。なんだよ、さも会ったように言うなよ。なんか自分が会って余計さ会ったことありますか？俺はあるんですけどって言いたげだったけど、それがないのが佐藤さんっぽいですね、いかにも。ジョニー・デップ会ったこと？だってね、作品は結構何本か、ギルバート・グレープ、ギルバート・グレープ、ショコラ、何本かありましたけどね。あ、見たことありますね。そうなん。いや、あの違う違う、はい、日本で、あ、日本にあの記者会見やった時に、はいはい、フランス映画社さんの、あのなんだっけな、フランス映画社のなんだっけな、なんかやった時に、うん、あれだ、デッドマン、うんうん、あれ共同でやられたんですか？そうじゃなくて、ちょうど同時期にビジョングラムだけでしたっけ？いやいや、何もやってない。同時期にジョニー・デップの作品があったんで、うん、拝見しに行きました。なるほど、うん、なるほど。だからまあ近くでは見たことありますけど、会ったことはないです。なるほど。自己紹介したこともあります。じゃあフランス語が堪能かどうかは分からない。いや堪能でしょう、当然。うん、それはだって奥さんあれだろ、なんだっけあの人、奥さん有名なね、歌手で俳優の誰ですか？フランスの女優、いやだからリリー・ローズ・デップのお母さんだよね、うん、名前お母さん、なんつったっけ名前、有名な、全く出てこない。しかも何本か見てんだけどね、なかなか女優としてもいい女優ですけどね。あの最近スキャンダルを起こした相手じゃないですね、その前の離婚した奥さんですね、うん、バネッサ・パラディ。バネッサ・パラディ、バネッサ・パラディか、うん、そうだ、もうフランススター女優ですからね。そうですね、バネッサ・パラディの旦那だから。だからリリー・ローズ・デップはジョニー・デップとバネッサ・パラディの間に生まれた娘、うん、ということですね。なのでね、このジョニー・デップが駆使するフランス語っていうのもちょっと聞いてみたい気がしますよね。まあ、ジャンヌ・デュバリーっていうのもね、あんまり聞いたことないですけど、有名な人なんでしょうね、きっと。はい、そういうこと。ただなんかやっぱり時代もんがね、我々二人ともそれほど得意じゃないですよ。得意じゃないし、それほど触手が動かないね。はい、次、三角の3本目、ストップメイキングセンスですね。1984年のアメリカ映画で、日本では1985年8月3日にクズエンタープライズの配給で公開されました。全米映画批評家協会賞の最優秀ドキュメンタリー賞で、当時のキネマ旬報ベスト10では一応66位に選ばれてますね。で、監督脚本は2017年にお亡くなりになりました、去年73、監督脚本ジョナサン・デミですね。で、これは、トーキングヘッズの全米ツアー中の、1983年12月にハリウッドのパンテージシアターで開催されたライブを収録して、でもすごいよね、ジョナサン・デミが監督でさ、デイビッド・バーンのあれが何て言ったっけ、タイトルこの間、ユートピア、アメリカン・ユートピア、アメリカン・ユートピアがさ、うん、なんだっけあのかスパイ・グリー、スパイ・グリーってすごいよね、ジョナサン・デミにスパイ・グリーですからね。もうすごい、アメリカを代表する現代の監督の2人ですからね、うんうん、しかもあのブレードランナーのジョーダン・クローネ・ウェスが撮影を、あ、そうそう、ジョーダン・クローネ・ウェスなんですよ、うん、そうそうそう。で、当時さ、いわゆるその単館ブームっていうのが1980年代の、まあ、80年前後に起こって、それで僕も所属していた、あ、当時はアルバイトですけど、俳優ザ・シネマ10っていうね、10時からやるレイトショーっていうのがあって、結構その何、夜ナイトライフ族にはそのレイトショーがもてはされた時代に、このストップメイキングセンスは
渋谷のヒューマックス、え、今なんて言うんだっけ、あそこ渋谷のヒューマックスか、うん、当時渋谷ジョイシネマだっけ、だったかもしれないです、ね、それで、うん、8:30pm レイトショーだっけ、ちょっと名前忘れてましたけど、そういう 8pm シアターだったかな、うん、いうのを作って、それでこのストップメイキングセンスが大ヒットして、その、今の渋谷ヒューマックス、当時は渋谷ジョイシネマだったかもわかんないけどの 9pm ムービーか、うん、違うな、 9pm ムービーかな、うん、が一躍知ることになって、有名になったっていうことでも有名なんですよね。なので僕当時シネマ10でアルバイトしてたから、これも見に行った記憶がありますね、その 9pm ムービーだ。僕は渋谷のジョイシネマ、もうヒューマックスになってたんだっけな、ちょっと忘れましたけど、で 見ました。当時これは佐藤さんはスクリーンでご覧になってます？見てないんですよ。あ、残念だね。それでね、それで、うん、これ実はギャガさんが今回配給されるじゃないですか、うん、あ、そうなんだ。ちょっとギャガさんって珍しくないですか？だって今回あれじゃなかったっけ、あれ24って全部撮ったのどこじゃん、あのハピネットです。ハピネットか、うん、じゃあ珍しいね、うん、それで、うん、実はその前に、うん、キネティックさんが、うん、リバイバル上映をやりになって、やってるやってる、でその時に、うん、実はお前入れて、うん、負けちゃって、うん、ギャガが、いやいや俺、あなたがね、相変わらず主語がなくて、そうそう、何の説明だか全然わかんないですよね。思いが、おの思いやね、ほとばしりすぎちゃって、もう今の文章で分かった人はいませんよ、はっきり言って。私が当時クロックアスクスでオファーをしたんですよ。そしたらキネクティックさんに負けちゃって、なるほど、そんな値段で買ったんだと思って、うん、だからこれ3度目っていうことになるんですかね。そうだね、うん、だって今回 4K レストアですけどね、うん、で前回はね、それほど入んなかった記憶があって、うんうんうん、やっぱりあの値段じゃ合わなかったなと思った記憶はあるんです。なるほど、どんな値段だったんでしょうね。時代が変わってきたんで、いや今やっぱりね、その旧作ブームで 4K レスターブームだし、あとほらどこの劇場も今音響推しじゃないですか、その音響推しな映画には多分なかなかいいんだと思うんで、これ多分音楽もリストされてるんだと思うんですよ、ね、そうでしょ、音源を多分砕いてステレオにして かつあれにしてるよね多分ね。80年の時ってステレオってもうあったんだっけ。あったと思いますけど、ね、あったかな。ステレオって言っても当時はもうドルビーのあれってあったんだっけ、ドルビーステレオってあったんだっけ。あったような気がしますけど、ね、ちょっともう全然覚えてないけどね、いうことで、まあ今回だからね、劇場数も多いし上映回数も多いし、なかなか見やすくなっていて、多分これはギャガさん当たると思ってるんでしょうね、ある程度。若干ちょっと関数多いのはどうかなっていう。関数も上映回数も多いですよ、うん、ちょっとどうかなと思いますけど、だっていうのはどうだろう、自分は前回それほど入んなかったって記憶があるので。でもアメリカンユートピアのこれ、まあ、そうなんですよね、うん、だから要素がまたね、うん、映画って難しいんだよね。そう、映画って世につれ時代につれだから、うん、その時はダメでもね、構成評価されるとかともあるんですよね。そう、だタイミングの問題なんだよね、本当だ。ある意味ウォンカーワイのさ、そのなんだっけあれ、この間当たったデジタルマスターで、うん、いろんなものをだから違うじゃない、その一本代表作を言ってっていう、恋する惑星、恋する惑星、うん、あれ大当たりしたじゃないですか。大当たりしました、ね、だからそのようなケースになるかも分かんないですよ、ね、うん、ということでこのストップメイキングセンスはそういう背景的にも非常に面白いんで、まあ、作品はもちろんね、まあ、ジョナサン・デミでね、トーキングヘッズですから、それはそれで見応えはあった。もうでもあんま覚えてないんだよね、俺当時見てたの、うん、俺は結構覚えてるんですけど、だってあなた当時リアルタイムで見たんじゃないんでしょリアルタイムで見たんじゃないです。僕は渋谷ジョイシネマだったかヒューマックスだったかで見ましたからね、あれですけど、まあいうことで楽しみですよね、これは。次またまたですねジェ・ボーダンの獣ディレクターズカット、ということで2001年のフランス映画ですね。で2002年の2月2日にギャガヒューマックスで共同配給と。当時ギャガさんって必ずヒューマックスさんがこう後沿いにいて共同配給したんだよね、はいはい、そうですね。ということでジェボダンの獣もそういうことで、シッチェスカトロニアン映画祭の、グランプリ、それからセザール賞で4部門の候補になって衣装賞受賞。監督のクリフト・フーガンズは1960年生まれ、64歳だからほぼ佐藤さんと一緒、うん、いうことで、しかも代表作といえばもうジェボダンの獣だと思うんだよね、うん、なんかもう1本ぐらいなんかあったけど、もうはっきり言って
そんなに、後世名を残すような監督ではないと思うんですけど、まあ、クライング・フリーマンか、うん、もう一つ有名だといえば、まあ、いわゆる大したことない監督ですよねだけどジェボダンの獣はそのビジュアライズされたその世界観が当時も非常に受けて、だけどなんかヒットしたって記憶はあんまないんだよな。しょうがない、大丈夫ですか、これご覧になってるんですか。いや見てないんですよ、だから当時見てないので三角にしたんです。なるほど。これ見てたら多分ランク外の一番最後に持ってったかもしれない、紹介っていうことでね。でも見てないから一応三角にしてみました。私はカンヌ映画祭で見ました。カンヌで見たの、うん、マーケット、マーケットですね、マーケット視野でした、うん、あ、そうなんだ、うん、じゃあそこで買ったんだ、ギャガさんだと思います。で、従来の公開版より約12分長い日本初登場のバージョン、まあ、一応ディレクターズカットだね、いうことになってるということで、まあ楽しそうですよね、これ。時代物とはいえアクションだし、どんなもんか見てみたい気はありまして三角にしてみました。次、なぜかローリングガール。なんか韓国の現代物って、もうなんか犯罪物とかなんかそういうのしかないじゃないですか、たまーにあるけど、ということでなんか久しぶりにこう韓国の現代物でいわゆるこう市井の人々を描く映画をちょっと見てみたいと突然思いまして、あーローリングガールちょっと見てみたいかなと思いました。2021年の韓国映画で賞も何も取ってません。で、監督のカク・ミンスンさんは1986年生まれの38歳で、確かなんだっけ、他のなんかスタッフとしては連ねてるけど、そんなに有名な作品は日本でだから公開されてないと思うんですよね。で、うん、コロナ禍の韓国を描くということで、母が経営するお店で働くことになったニート女性がその店を訪れてくるお客さんたちを通じて、人生を変えていくという、まあ、よくありがちな話ではあるけど、なんか韓国映画のそういう市井の現代もコメディでも、ノワールでもクライムアクションでもないものをちょっと見てみたいと思って選んでみました。まあ、どうせサコちゃん選べないね、これ。コメディなんですかね。コメディではないと、コミカルではあるかもわかんないけど、コミカルなドラマか、コミカルなドラマぐらいなんじゃないかなと思う。だからやりすぎてる韓国のコメディとはちょっと違うんじゃないかなと、うん、だからとか、うん、サスペンスアクションとか、うん、恋愛ものじゃないからちょっと気になる、うん、いやかつホンサンスみたいなアート系でもないと思うんですよね、うんうんうん、だからいわゆるインデペンデントの単館系の普通の市井のコミカルなドラマ、じゃあそれがどの程度の作り上がりなんだろうってちょっと見てみたいなと思って、ちょっと触手が動きました、うん、ので選んでみました。でここまでがランクインですね。でランク外の1本目もなんか入れてみようかと思ったんですけど、フィスト・オブ・ザ・コンドルですね、入れたかった理由はですね、チリの映画だから、2023年のチリ映画で、まあ、ハリウッドでアクション俳優としても活躍されているマルコ・サロール主演のチリ初のアクション映画ということで、へえどんなもんやろうってちょっと思ってね例えばそのインドとか、まあ、東南アジア系のいわゆるヒーローアクション映画あるじゃない、なんか農民の前に立ち上がる男とかさ、まあ、あとブルース・リーがね初期にやってたようなそういう映画なのかなと思って、ちょっとどんなもんか見てみたくてランクインさせ、でももうランクインさせてんのがなんか8本も10本もあるので、まあランク外の1本目でいいかなと思って。で監督脚本制作総指揮はエルネスト・ディアス・エスピノーサという監督で、1978年の46歳ということで、もうすでにこのマルコ・サラオールさんとは日本公開もされた、日本かななんかで愛と復讐のマンドリル、マンドリルってあの猿だよね、うん、愛と復讐のマンドリルって面白いよね、うん、タイトル、ね、あとミラージュかな、それで、マルコ・サロールと組んでんですよね。で、まあ、一番有名なのグリーンインフェルノっていうなんかカルト系のなんかあるじゃん、エグいやつ、あれは監督してんじゃなくてあれ編集なんですよね、編集してんですよ、いうことで、まあ、ちょっとねどんなもんか見てみたいなと。ね、これをよくお買いになってしかも配給されるなっていうのがなかなかに、だから見るとすごいんじゃないの、こうアクション、そうなんでしょう、ね、うん、ただこのマルコ・サロールってすごいよね、このビジュアル見るだけですごいですね、うん、ちょっとどんなものか見てみたくなっちゃうよね、確かに、うん、体はこれ相当鍛え込んでる体だよね、すごいなと思いました。次、ランク外の2本目ビッグダディ、まあこれ1時間あったら
三角にしようと思ってたんですけど、上映時間35分なんで入れるのやめました。俳優として映画やドラマで出演している泉光則監督が主演監督した短編35分、泉光則監督は1977年の47歳、父親の記憶がほとんどない兄弟とその父親が残した異母妹、異母妹が織りなす、家族愛ということで、これ横弦見ましたよね、Tさん。これ見たか、見てないんだ。なんかこの泉光則監督と加藤新介くんがなんか妹がいるんだよとか言って、妹が来るとお兄ちゃんがなんかあの上がっちゃってはっはっみたいな感じで、いや妹だからみたいな、初めて会うんであどうもなんつって、なんか合コンでイケてない男みたいになっちゃうっていうのが結構面白そうだったんで、面白そうじゃない、うん、面白そうだなと思って、でまあ加藤くんがね多分ほぼ前編でずっぱりなんだろうし、ちょっと見てみたかったなと思うんだけど、35分のためにこれ確かしかも夜8時か9時1回だけなんで、まあでも見終わっても8時35分とか9時35分なんだけどね、うん、ちょっとだから見てみたいなと思ったんですけどね、ちょっと35分かな、なんかそれのために費やすのがちょっともったいないかなと思っちゃいますね。次、沖縄競争局、相変わらずいろいろ大変な沖縄ですけど、沖縄で起こるそうしたさまざまな問題、沖縄と日本の現実を描いた作品ということで、監督構成プロデューサーインタビューは太田隆文監督、1961年生まれの63歳ですから、今年ね当年63歳、ですからまさに佐藤さんと一緒ということですね。海という人、彼女の涙、ストロベリーフィールズなどを監督して、その時にも山本太郎さん出演されてるんですよね、ストロベリーフィールズ。なるほど。だからまあそれ以来なんでしょうね、いろいろだからこういうなんていうんですかね、ドキュメンタリーも結構多くて、原発問題を描いた朝日の当たる家とか、ドキュメンタリー沖縄戦とか乙女たちの沖縄戦とかをずっと作り続けてるということで、多分まあ一作一作全部沖縄の歴史とか現代の問題とかいろいろ精査されてるんだと思うんで、多分そういう観点から見ると面白いんだろうなというふうに思いますね。うん、まあ、山本太郎議員は相変わらずね、いろんなところであの話題が噴出して、この間のねあのボランティアに、ね、ボランティアのカレーだっけ、うん、ボランティアのカレー食っちゃったって、うん、いやでも時間遅いからみたいなこと言ってるみたいだけど、いうことでいろいろいつも話題を提供してくれるね、元俳優ですからね。山本太郎の映画って見たことある？あれ見ました、バトルロワイヤル。バトルロワイヤル、あそうだよ、ね、俺あれ見ました。ないない。なんかほら、あのモノクロだったっけな。いやいや、わかんないけど、それじゃあ。あ結構ほら、うん、あの、なかなかこう、まあまあ、貧しい人たちが住んでる地域で、うん、あの暴動みたいなのが起きる映画。いや。シネカノンさんが配給されたやつ。いや、わかんない。これも試写で見せられて。見せられて。メロリン Q ってわかる？わかんないよね。メロリン Q って。メロリン Q わかんない。知らない。あの元気が出るテレビかなんかダンス甲子園かなんかで、あ裸でこんなやって踊ってたんですよ。へ裸だからあの海パン一丁に、うん、あの睡眠こう。それ何年頃の話だ？へえ、何年頃だ？いやだって自分が。俺がそのクロックワークス違うか。30なわけねえだろ。でもほんとめちゃくちゃ昔ですよ、ねえ、うん、じゃあ5歳の頃とかなわけないでしょ。あ、ちょっとやっとできた。なんでやねんだろ。なんでやねん。遅いからだから。なわけないでしょって言っちゃう。いや遅いんだよ、だから突っ込むタイミングが。まあいうことで、まあ、非常にこれも面白そうですよね。こういうのに興味がある方はぜひねご覧ください。次、オスカー・ピーターソン、2020年のカナダ映画ということで、まあ、オスカー・ピーターソンはね名前ぐらいはみんな聞いたことあると思うんですけど、まあ、非常になんかすごい順風満帆に見えていろいろあった、まあ、当たり前ですけどね、特にやっぱりその差別にはなんか相当大変だったみたいだし、なんか一回あれですよね、なんか体が麻痺するぐらいのなんだっけあの、脳梗塞かなんかをやって、そこから一回復活したんですよね。すごいですよね。でなんだゲストもあの非常に今日本に来たばっかりのビリー・ジョールとか、うん、クインシー・ジョーンズね、ハビー・ハンコック、ブランフォード・マルサリス、なかなかいろいろな方が出てますね、いう方で、
で監督のバリー・エイブリッジさんが、まあ、こういう、音楽ものが得意な方みたいですね。監督制作バリー・エイブリッジ1963年61歳なんで、まあ、佐藤さんの2つ下ということですね。カナダ出身の監督で脚本家でプロデューサーということですね。まあ、オスカー・ピーターソンは1925年8月15日生まれ、2007年の12月23年没ということで享年は82。カナダ出身のジャズピアニスト。オスカー・ピーターソンって知ってますか？知らないかな。有名な曲って何ですか？有名な曲、オスカー・ピーターソンの有名な曲、あったジャズダメだもんね、大体。有名な曲、名前は知ってますけど、聞いたら分かる曲がきっとあるんですよね。なんかプロテストソングになっちゃった曲とかもあるんだよ。いや、そうは、Tさんが聞いて知ってる曲はないかな。多分ね、コメント来ますよ。これでしょう、みたいな。曲名をください。全く分かんない。代表曲ってのあるのかな。僕もそんなに知らないんで、あれですけど。配給がディスクユニオン。これ面白いよね、なかなか。すごいね。やりたかったんでしょうね。はい。次。サンパギータ。2023年の日本フィリピン合作ということで、サンパギータというタイトルはフィリピンの国歌、国の花のお名前ということで、花言葉は永遠の愛を誓うということで、これなんかモデルになるために日本に来たフィリピン人と、日本人フォトグラファーのミキとの愛を描いたということで、日本からフィリピンに戻る話みたいですね。で、主演のそのエミリアを演じる小池ジュリアンさん、小池ジュリアンさんは今回監督脚本企画衣装出演、1994年生まれの30歳、2月9日公開の復讐のわさびにも出演されてますね。からもう一人共同監督三室力也さん、まあ、ミュージックビデオとか CM でご活躍とのことですが、この三室力也さんと小池ジュリアンさんの共同監督作品ということですね。で脚本は小池ジュリアンさん、いうことで、なんかその日本とフィリピンということでちょっと見てみたいような気がするんですよね。上にこんなに映画が並んでなければね、ちょっとどんなもんか見てみたいなというふうに思いますけど、なかなか映画が相変わらずね。この間もあのエイレンの発表で去年の公開本数が1230本かーじゃねえんだよ。で僕はだから去年ほぼ300本見ましたけど、それでも4分の1で積み残しが900本というね900本見られてないっていうことですね。だからすごいね。それがだってほぼ毎年毎年でしょ。まあちょっとコロナ禍の時は多少の増減はあったとしても、まあ、その前はもともと1200本ですね。2000だから17年、18年、19年だっけコロナ禍って。だから700、800本が積み残されたまま残っていくわけじゃないですか。まあそういうことですね。でも大方の人はもっと少ないわけじゃないですか。まあ年間俺結構映画見るよって言って、まあせいぜい10本ですよね、普通の人が映画見るって。まあシネマサロンの視聴者さんは相当ご覧になってると思いますけど、まあご覧になってる方も多いと思います。だからね、ほとんど全ての映画を見てないってことですか。まあそういうことですね。なのに邦画どうだ洋画どうだっていうのはおかしくないですかってちょっと、まあ、大体見てない人は言いますよ、ね、そうそうそう。見てる人はそんなことはあだらおろそかに言えないから言わないのに、そうそうそう、見てない人に限ってだから邦画はダメなんだって言うよね。そうそうそう、どの邦画見たんですかって聞いてみたいよね。いや、あなた見てないの1300本ありますよとか1200本ありますよとか、まあそういうことだよね。なんか20本見ても残り1200本だからね。すごいよね。そうそうそう、面白いね。いやーやっぱ本数ちょっとね、こうやって毎週やっててもさ、見たい映画いっぱいあるのに、まあ、人間ね、まあ、1日5本見てるって方もいらっしゃるかもわかんないけど、なかなか大変ですよね、本当に。次、これサンパギータのもう一つのチラシでしたね、次ですね、フェルメールザ・グレート・エキシビション・アート・オン・スクリーン特別編ということで、世界の優れた美術展を高画質映像で収録して映画館で上映するドキュメンタリーアートオンスクリーンシリーズの特別編ということで、これは2023年2月から6月オランダアムステルダム国立美術館で開催されたフェルメール展にスポットを当て、
その時の、模様を収録した。なんか世界からなんか28点集めてきたんだよね、うん、でしかもフェルメールって作品数が少ないから、うん、ほぼそれで全てなんじゃないのかな。で113カ国から65万人が来場したんだ、うん、すごいね。フェルメール好きな人、好きな人多いね。まあ、映画の題材にもね、これがあの前、うん、スカーレット・ジョハンソンで映画化されてますけど、うん、真珠の耳飾りの少女ね、あと牛乳を注ぐ女なんていうのも有名だよね。でも竹内さん結構低いんですね。だって映画じゃないからね。アールトは高かったような記憶がありますけど、アールトはドキュメンタリーじゃん、うん、まあ、これもドキュメンタリーだけど、うん、その模様を収録してるのと、うん、いわゆるドキュメンタリー作品だと、うん、僕のその順位的にはちょっと変わってきますよね。なるほど。だからこれほらシネマ歌舞伎みたいなもんじゃん、うん、歌舞伎は見るけどシネマ歌舞伎はあんま見ないですよ。だ美術展には行くけど、うん、美術展を撮った映画はまあ見ないですよ、ね、なるほど。うん、なんていうかやっぱ僕が好きなのは空気感とか質感なんで、うん、あの映像で絵を見てもその質感とか空気感やっぱ分かんないですよね、うんうん、でもこういうね、うん、そのまあ、人気のある画家をテーマとした映画とかドキュメンタリーって、うんうん、配給会社さん結構おやりになって、うんうん、それなりにみんなヒットするじゃないですか。まあだって興味があったり、うん、見られないから見たいっていう人もいるじゃないですか、うんうんうん、これも結構集客するんですかね。そこそこだってこの缶の組み具合見てても、だから多分期待値が高いんでしょうね。でもこのアートのスクリーンってもう多分データがあるから、なるほど、ある程度の、しかも読めるでしょ、読みができるんですね、うん、だからそれをもとに多分組んでんだと思うんで、そんなに無茶じゃないと思うんですよ。そうでしょう、うん、もうこのアートオンスクリーンシリーズも何本やったんだ、もうかなりやってると思うんですよ。一昨年か去年かなんかにまとめてなんか5本だか4本だかやったと思うんだけど、その時のだから人数も分かってるし、今回フェルメールだし、逆に1本だからばらけないし、そうですね、これに集約されると思うから、そこそこ来るんじゃないですか。しかもフェルメールの作品を全部見るのは多分無理だと思うから、普通なんかパンフレットとかも売れそうだな。いや売れそうだ ね、 だってそれ美術展行って、うん、その画集買うのと近いじゃないですか、うん、でね、作品のディテールとかが説明があったらね、うん、これ予告編見ただけ結構見たくなるよね。見た、これ予告編見ました。なんかほらフェルメールは何度も何度も、うん、上塗りして、うん、そのいわゆる自分が欠点だと思うものをどんどん直してったっていう人なんでしょ、うん、そういう風にこれ説明されると、うん、ちょっと見てみたいなと思うよね、好きな人はなおさらね、うん、はい、ということですね、うん、次、夢見る教職給食と夢見る小学校完結編ということで、まあ、ずっとこの夢見る小学校、いただきますシリーズをずっと撮っている監督の、太田敏さん。太田敏ってこれすごいでしょ、太田敏って本当だ。元々はなんか一流広告代理店で働いたらしいんですけど、途中で脱サラしてなんかこういうこうオーガニック系な運動とかも始めて、映画もいっぱいお作りになってる方ですよね。まあこの夢見る給食の方は全国で広まりつつあるオーガニック給食にスポットを当てて、作られた映画で、ナレーションは上野樹里さんですね。でこっちの夢見る小学校完結編は吉岡さんが、ナレーション、ユニークな教育方針の私立学校法人紀の国子どもの村学園の新規夢見る小学校で取り上げた新規夢見る小学校に新規取材映像などを追加して作られた完結編ということですね。茂木健一郎さんとか小木直樹さんとか高橋源一郎さんとか辻真一さんとかいろんな方も出演されていて、ナレーションはさっき言いました吉岡秀隆さんということで、まあ、こういうのをご覧になりたい方も多いと思うんで、ぜひね、ご覧いただければと思います。次、鬼滅の刃、絆の奇跡、そして柱稽古へ、ワールドツアーなんとかって言うんだよね、これ、まあ、書いてないんだね、そういうのはね、ということで、テレビアニメ第4期柱稽古編が今年2024年の春の放送開始になりますが、それに先駆け2023年に放送した第3期刀鍛冶の里編第11話と、
柱稽古編第1話を劇場上映するということで、これ上映時間何分あるんだろうね。何分って書いてある？103分。それでも103分もあるんだ、うん、ということは1時間2本ってことかな。うん、でも再編集版だけでね、まあ、これでもお客さんいっぱい来るんだから、まあ、10億はいかないかもしれないけど、うん、8億ぐらいいくんでしょ大体。美味しすぎるでしょ。でこの間のほらなんだっけ、うん、コナンだっけ、この間のなんだっけ、正月にやってたの、うん、正月にコナンだよね、うん、再編集版、ね、テレビ版の、うん、あれも何8億ぐらいだっけ、10億ぐらい、10億ぐらいだったかな。未来少年コナン、え、ないね、ないです、もうないのか、もう終わっちゃったのかな、かもしれない。あ、あったあったあった、あ、今5億5億3000万ぐらいですね、うん、まあだから5億ぐらいいけばね、まああのレストアされてるとは思うんですよ、劇場用に多分音楽というか音と映像のコンパート と、音のリミックスはしても5億上がればね。これ旅行者の方とかも行くんですかね。旅行者の外国の、ね、ああ来るでしょうね当然。スクリーンね、バルトナインでね、うん、初日11回回し、これそうすごいね。それでピカデリーすぐ近くのピカデリーで2、4、8回回し。だからやっぱりあれでしょ、初日集めなんだよね、これ。そうみたいね。うん、東方の新宿でもやってるじゃん、まあ、だから今週の、まあ、当然雑談コーナーで今週も話すと思うけど、1位が機動戦士ガンダムスピードフリーダムとかでわけじゃない、はい、こういうのってやっぱり初日から3日、うん、もうね、うん、すごかったですよ。すごいでしょ。パンフレット買えないんですもん、うんうん、ずっとお客さん並んでて、うん、俺朝一ピカデリで見て、で昼夕方って言ってももう列が途切れてないんですよ。まあそうでしょうね。まあ多分そういうなんつうの、うん、なんつうんだっけ、そういう物販を買いたい方もすごく多いわけじゃないですか。ものすごく多いですよ、まあ、それが目的な人も多いと思うんで、まあでもいいことですよね。今とインバウンドの人が日本のスクリーンでこういう鬼滅の刃とかワンピースとかそういうのをさ、ほら見かけますね。うん、その日本人の観客に混じってその熱狂の、そう熱狂の中で、しかもなんかみんなアニメで日本語覚えてる人も結構多くて、特に韓国の日本アニメファンとかはなんかもうアニメ見てて日本語覚えたっていう人も多いもんね。韓国中国の方多いですよ。多い多い、うん、だからそういう意味でもあのこういうのやるのは、うん、あの多くの、うん、なんていうか需要に、応える作品なんで、うん、まあ、全然僕はいいことだと思うし、うん、まあ、これで興行収入が増えるとね、他のものが見られなくなるっていうのもあるかもわかんないけど、うん、でも劇場が賑わうのもいいことだし、うん、業界のためにとってはね、あんなありがたい企画ですよね、うん、そうなんですよね。しかもやっぱりその何、コンテンツの価値という意味ではさ、うん、やっぱりあのなんだろう、アニメって割とこう実写の中下に見てる人とかも多いと思うんだけど、興行収入的に言えばね、今だってこの間の英連の発表でアニメと実写の興行収入の比率が53対47だったかな。だからものすごいことになってるんですよ今アニメの興行収入がね。そのぐらいやっぱり日本はアニメという文化に支えられて、しかも日本に来てるインバウンドのまあ、半分とか 80% ぐらいは多分日本のアニメをもともと見て最初に日本に興味を持った人が多いと思うんだよね。そこからまあいろんなものに派生してってね、まあ、実写の あの映画とか黒澤明とか小津とか行く人もいれば、その日本の文化とか建築とかね、そういうのに行く人とか食べ物とか、ね、うん、ラーメン食べるシーン見てたらラーメンとかお寿司とかね、あとおにぎり、もう最近おにぎりがすごい、もうなんかフランスのパリのゴンベールはだから1時間並ばないと入れないらしいですよ。あとロンドンのなんだっけあれ、丸亀製麺もうなんか1時間ぐらい並ばないと入れないらしいじゃないですか。なんか、うん、ロンドンでおにぎりやった方がいいんじゃないかっていう、なんかねあとニューヨークの大食いはもう日本の金額の3倍ぐらいするしね、うん、とても定食屋とは思えない値段ですよね、あれ見るとね。竹内さんがお店やったらすごい流行るんじゃない。流行るかもね、うん、でも向こうに住むの嫌だな、なんか住むのは嫌なんだ。あの1ヶ月とか2ヶ月遊びに行くのはいいのよ、うん、しかも映画見られるとこね、限定ショップ、いや1ヶ月限定レストラン嫌だね、めんどくさい。で毎日それ忙しかったら映画見られないじゃん、だって見られないでしょうね。せっかくパリに行ってさ、週に1回はお休みがあるの、シネマテイク1日しか行けないじゃん、うん、
ダメじゃん。暇でも困ってますけど。暇でも困るしね。いや暇でもさ店にいなきゃなんないじゃん。暇だね、これなら映画行きゃよかったね。そう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 みたいなこと言いながら一日暮らすのも嫌だしね。結局そうなるじゃん。次、神様待ってお花が咲くからということで、小児がんを抱えながらも12年の生涯を明るく生きた森上翔太さんを、モデルに描いた映画ということですね。で監督の松村克也さんは、1963年61歳ですから、まさに佐藤さんと同い年、2つ下でした。で、まあ、オールナイトロングで横浜映画祭の新人監督賞を受賞して、天心とかをお作りになった監督ですね。天心は見ましたね。竹中直人さんが天心をやる演じた映画でしたけどね。あ、主題歌手嶋葵さんなんですね。手嶋葵さんお会いしたことありますね。主題歌やった時に、打ち上げにいらしていただいて、近くでお話ししたかどうかちょっと記憶にないけど、手嶋葵さん美しい声ですよね。まあ、まさにぴったりですね、この映画の主題歌、いうことで、この主役の人は何、新倉聖奈さんでいいのかな。そうですね、はい。でお母さんを、北原里英さん、お父さんを深川敏和さんが演じてるということですね。高畑淳子さん、竹下恵子さん、そこの絵は勘太郎さんなどが出演されているということ、まああれですよね、不治の病を抱えながら生きるって大変ですよね。ね、この間ゲストで出ていただいたね、ゲストで出ていただいたフォースステージのね、フォースステージ、はい、次の映画に行きましょう。仮面ライダーはいつ、これでピンとこないのがすごいよね。あ、Tさんも笑ってるし、ここカットね、そうか、今カットがなんでカットかも分かってなかった。戻ります。次の映画は仮面ライダーファイズ。この555って書いてファイズっていうのも不思議だよね。トゥエニース仮面ライダーファイズなのかな。パラダイスリゲインド、リゲインドってことはビジネスマンなのかな。いやもう分かんないしな。分かんないよね、これ。分かんないね。リゲインっていうドリンク剤の CM ですね。あれ時藤さんでしたっけ。時藤さんだったかな。いうことで、2003年から2004年に放送された平成仮面ライダーシリーズ4作目、仮面ライダーファイズの V シネマ作品ということで、主人公犬役の半田健人さん、ヒロインの園田麻里役、羽賀ゆりやさんをはじめ、レギュラーキャストが20年の時を経て再結集。これ結構すごいよね。20年芸能界にちゃんといたっていうことだけでもすごいですよね。大変だもんね、芸能界20年生き続けるのもね、いうことですよね。まあでもね、仮面ライダー出身の方で活躍してる方本当にたくさんいらっしゃいますから、ね、そうそう、知らない、この人も仮面ライダーだったのって人多いよね。そうそうそう、多い、調べるとそうなんですよね、イケメン系は多いですよね、仮面ライダーだった人は。だった人ってのは変だけど、ということで、まあ、仮面ライダーファンにはね、たまんないんでしょうね。しかも20年前っていうとさ、なんかその子供の頃のノスタルジーとか、青春の頃のノスタルジーとか、いろいろある方もいらっしゃると思うんでね、そういう意味では面白い企画かなと思いますね。はい、次、メットライブビューイング2023から2024のシーズンのダニエル・カターンのアマゾンのフロレンシアですね、23年から24年シーズン第3作目、あ、また大と目をつけちゃって、これ重ね言葉だって知ってました？大と目、両方つけちゃダメなんですよ。第3作か3作目かどっちかですね。重ね言葉言ってしまいました。コロンビアの文豪ガブリエル・ガルシア・マルケスに着想を得て、行方不明の恋人を探してアマゾン川を遡る歌姫の心の旅を流麗なメロディー、心の旅を流麗なメロディーで綴るってすごいよね。まあミュージカルですからね。2023年の12月9日先々月の9日にね、上演したばかりのものももう見られるっていうのもすごいですよね、今ね、これ考えてみると、いうことで、まあ、なかなかね、旅行行けない、今まだ高いですからね、円安。俺4月にパリに行きたいなと思ってるんだけど、どうかしら、
なんで、なんでまた、やっぱりまた、あのほら、なんだっけ、あのほら、森田義満展の再開があって、あ、パリにみんな行くっちゅうから、三沢プロデューサーとかが、パリだったら行きたいかな。絶対行ってください。パリで収録してきてください。バカか。だって俺一人じゃ収録できないじゃん。できる。やだよ、こんなん持ってくの。ピッと押して。だって PC 持ってくのさ、嫌なのにさ。ねえ。あ、じゃあ、あ、スマホ持ってないか。じゃあ T さん一緒に行く？俺の追っかけで。撮影舞台。うん。H 君に来てもらうとかね。佐藤ちゃんが出資して、いやいやいや、それだったら自分で行きたいです。確かに、うん、じゃあ来る佐藤ちゃん、パリからお届けしますということで、まあ行けねえだろうな、高いしな、まだ、はい、俺もあのエコノミー乗れないからな、やっぱりビジネスだと今いくらするんだろう、相当高い、120万ぐらいするのかな、いや、まあエアラインにもよるとは思います、定価が今120万を昔は30万ぐらいで乗れたんだけど、今だと7、80万かな、今取っても、でしかも行った先がまた高いですから、そうなんだ、ホテルも食べ物も、いや、もともとパリ高いし、うん、あと最近高くなってます、だから、うん、円安で、でもなんか、うん、森田義満が今外国回ってる時にさ、1回ぐらいは行きたいなと思ってんだけどね、うん、だってニューヨークも行けなかったし、韓国も台湾も行けなかったから、韓国台湾はね行けそうだったのにね、ちょっと台湾行きたかったかな、ね、ちょっと近いし安、うん、まだ安いじゃないですか、でもなんかハッと気づくと時が過ぎてるんだよ、うん、時の過ぎる前に、時の過ぎ、もうだって1月終わったよ、うん、もう2月ですよ、え、2月だよ、もう今年も終わりですね、今年も終わりですね、もう本当に出ました、やんなっちゃう、次、ディア大室家、大室家ディアシスターズ、テレビ版アニメの人気もある、ナモリーさん原作の漫画ゆるゆりの、登場するキャラクター大室桜子とその姉妹が織りなすマイペースな日常をつか綴ったスピンオフ漫画大室家アニメ化、中編2作を取り入れたシリーズ第1作ということで、まあ、こういうなんかゆるゆるを見るのもいいんでしょうね、しかもあの二次元というかね、あの実写じゃなくてアニメで見るのも楽しいな感じがしますよ、ね、声優さん有名なんですか、僕はちょっとよくわかんないですけど、どうなんですかこの声優さん、佐藤さんに聞くより T さんに聞いた方がいいよね、でも上坂すみれさんとか、上坂すみれさんは人気なんだ、新しいラムちゃんの声とかやってましたよ、ね、いうことでね、まあそういうのがお好きな方にはきっとたまらないんでしょうね、はい、次、大室家もう一つあったんだ、チラシ、ですね、まあなんかあの未体験ゾーンの扱いが存在だから、ちょっとこれお好きな方に今週からちょっとフィーチャーして、まあ、あの上映回数もね週に7回あったりすると公開作品になりますから、そういう意味では新作扱いしてもいいのかなということで、今週からちょっと新作扱いすることにしました、いうことで、今週の、まず1本目はエレベーターゲーム、2023年のアメリカ映画で監督レベッカ・マッケンドリーさんの長編第5作目、あ、また重ね言葉を言ってる長編5作目、有名インフルエンサーが、SNS に発表するためにチャレンジでして話題となった都市伝説エレベーターゲームを題材にしたホラー映画ということで、どうなんですかねこういうのは、ちょっと分かりませんけどね、絶対にやってはいけないルール、もう自分で最初に言ってますからね、すごいですよね、はい、次、エイリアンコップ、エイリアンコップって知ってますよね、知ってはいます、うん、1990年のアメリカ映画で、日本では1991年2月8日に徳間コミュニケーションズ提供ギャグ配給で公開されました、地球へ逃亡してきた極悪エイリアンとそれを追ってやってきたエイリアン捜査官の戦いを描くという映画ですね。で、これ当時もちょっと話題になりましたよね。で、なんか日曜ヨガ劇場かなんかで上映しても話題になる。なんかエイリアンとロボコップ足して2であったようなタイトルです。そんなあれなの、うん、いや、タイトルが。だから中身はちょっとどう、でもエイリアンのコップだから別にそういうのでもないんじゃない、ね、うん、ヒドゥンかな、近い。ヒドゥンが近いね。ヒドゥンが近いと思いますね。ヒドゥン名作ですね。監督脚本ケビン・エステニーさんで、1955年生まれの69歳ですね。次、オーシャンクライシス沈黙の核弾頭ということで、海底に眠る核爆弾の爆発を目論むテロ集団を止めるべく戦う人々を描いた2023年の中国映画ですね。中国映画もやっぱり最近こういう、あの、なんていうのかな、
アクション映画多いですよね。次、シャタード美しき罠ということで、2022年のアメリカ・ドイツ・スイス映画、監督ルイス・プリエト、妖艶な美女の罠にはまった億万長者の運命ってこと。佐古さんも危ないですよ。いや、あじゃなくて危なくないですよ。僕はほらお金がないから大丈夫ですけど、佐古さんお金持ちだから大変ですよね。ハニートラップ引っかかっちゃうかもしれないよね。いやいや、うん、いやいやっていやいやっつったってね、かかっちゃうときはかかっちゃうでしょ。はい、続いてスティーブン・キング、エイジ・オブ・パンデミック、2022年のアメリカで、原作はスティーブン・キングですね、うん、トウモロコシ畑の子供たちって知ってます？あの、なんだっけ、アスミックやったんじゃん、もっとアスミックやってない、アスミックやってない、なんとかかんとか、チルドレン・オブ・ザ・コーン、チルドレン・オブ・ザ・コーン、うん、うん、で、もう今回ね、5回目か6回目ぐらいの映像化なんですよね、うん、今回のやつは、監督脚本制作組織カート・ウィーマーですね。代表作はリベリオン、1960年まで60歳ということで、まあ、スティーブン・キングの原作はいろいろ映画化されてるけど、このチルドレン・オブ・ザ・コーンは結構いろんな形で、なんていうかな、映画化されていて、勝手に SF にされたりとか、まあ、いろいろあれですよね、原作はなんだっけ、あそこあのフジテレビの母体の新聞社なんだっけ、産経新聞がやってるのはなんだっけ、うん、不走者、不走者よく出てきました、えらいえらい、不走者のミステリーでナイトシフトという短編集が出たんですけど、昔これの中の一編だったんですけど、最近ナイトシフト、トウモロコシ畑の子供たちってタイトルになってるんですよ。そのぐらいトウモロコシ畑の子供たちが、まあ、有名なんでしょうね、うん、やっぱ映画化も5回もされてるし、6回かなされてるし、まあいうことで、まあでもどれもあんまり評判良くないですよね。映画化された作品群は、テレビムービーにもなってますけどね、うん、まあスティーブン・キングは映画化したくなりますよね。次、ダイブ海底28メートルの絶望、もうタイトル通りの作品なんでしょうね、これきっと。2023年のドイツ映画、海底で身動きの取れなくなった姉を救おうとする妹の奮闘を描いた映画ということですね。次、真夜中の処刑ゲーム、1983年のカナダ映画、劇場未公開ながら日曜洋画劇場で放送されカルト的人気を得た作品らしいですけど、知ってました？真夜中の処刑ゲーム、いうことで、凶悪集団に包囲されたアパートの住人たちが建物内に罠を仕掛けて立ち向かう姿、まあ七人の侍かですね、多分ね、うん、真夜中の処刑ゲーム、日曜劇場で淀川長春氏が大絶賛したカルト作。淀川先生も大変だよね。こんな大絶賛とか書かれちゃうんだね、こういうとこに。うん、まあでも絶賛してない映画も珍しいんじゃないですか。はい、皆さんこんばんは、淀川長春です、うん、今日はまたすごい映画ご覧になりましょう。なんと劇場で公開されてないんですね、日曜劇場初出しですね、まあすごいですねっていうようなこと言ったんです。すごいですねって必ずおっしゃってるってことは、大絶賛しない映画の方がほぼほぼないってことでしょ。いや、すごいですねは絶賛じゃないよ。だけど絶賛と言っても、いやだって淀川先生にすごいですねって言われたんですよ。いやいや、どうなんでしょうね。でもちょっとそう言われると見たくなるよね。うん、大人のホームアローンだって。面白そう、すごい面白そうということですね。はい、次、まあここまででいいかな、とりあえず。はい、じゃあここまでで、はい、じゃあ、引き続き T さんの気になる作品はいかがでしょうか。はい、私の気になる作品は熱の後に、罪と悪、ゴーストトロピック、ダムマネーウォール街を狙え、ヒア、ジャンヌ・デュバリー、国王 最後の愛人、ローリングガールです。うん、なんかあの微妙に順位が気になったんですけど、そうそう、ゴーストトロピックが、そう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 、俺もそれ、ヒアとゴーストトロピックだったらゴーストトロピックが上なのはなぜでしょうか。なんか単純に内容が、これがなんか私好み。どこに引っかかったのだから。なんかストーリーです、そのなんていうんですか、どの部分が金銭に売れたの。普通にそのなんていうんですか、うん、夜予告見て、うん、その夜電車を逃して一人でこう歩いていくっていうのがなんとなくすごく想像ができたというか、うん、なるほど、こっちの方が金銭に売れたんだ、うん、でもヒアですね、きっと、うん、ヒアでいきましょう。いや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 、
ヒアでもゼアでもいいんですけど。ヒア&ゼアですね、うん、それはダブルドドゴールじゃなくてゴダールですね。まあもだし、うん、ビートルズのヒアンド。あ、そうか、もともとあれゴダールがビートルズから撮ってんだね、うんうん、なるほどね。まあちょっとそのヒアかゴーストプロティックか問題は最後にして、うん、まあ熱の後に罪と悪、うんうん、私もダンマネー見たいんですよね、うん、あ、そう、うんうん、ちょっと軽く、たまには軽く、結構公開規模大きいですよ、うんうん、ダンマネー、ウォールガイみたいな、この3本プラス、うん、でゴーストトロピックとヒアどっちにするかですね、うん、じゃあヒアにしましょう。なんでだってヒアが来てます、あのしかもあの、まあ、そうか、あれリクエストはヒアなんだ、あ、そう、うん、そっちしか来てない。じゃあリクエストと最新作ということでヒアにしましょうか、うん、はい、じゃあそうしますか、はい、じゃあおさらいです、今週のシネマサロンの、課題作品は熱の後に罪と悪、ダムマネー、ウォール街を狙え、そしてヒア、以上4本にしたいと思います、うん、なるほど、はい、なかなかバラエティに富んだ、そうです、うん、なんか日本映画2本、外国映画2本ってのいいよね、うん、あんまりなんか続けて外国映画見るよりは日本映画外国映画で見たり、うん、外国映画日本映画で見る方がなんか楽しいよね、そうですね、うん、でもほら州によってはね、うん、結構固まっちゃってどっちかって、ね、なんか日本映画日本映画になっちゃ、わざわざ4本で別々にしたのっていうのはあります、うん、はい、続いて、今週の特集ですね、なんといってもこれですよね、これまああの課題作にしてもいいぐらいなんですけどね、うん、ビクトリエリセ特別上映ですね、ミツバチのささやきとエルスールという、もうなんか映画史上三千と輝く日本です。でもなんといってもミツバチのささやきの評価が非常に高いんですけど、エルスールがまたいい映画なんですよね、これ昔僕スペイン映画祭で見ましたね、渋谷東急名画坂、東急レックスだったかでやったんですけどね、渋谷東急だったかな当時は、そのスペイン映画祭でやったエルスール痛く感動しました。だいたい僕少女もん苦手というか、少女もんハマりすぎちゃってガーリーなもんですからやっぱ少女もんに弱いんですよね結構ね。いや今週もほらあの何コット初めての夏、始まりの夏、あ弱いんですよああいう映画に。だいたいまあまあ撮っといてください。いやいやでもほらエルスールに関連して喋ってるから、だからエルスールもやっぱりその少女とお父さんのね交流で、お父さんがあの水脈を見つける、なんかこう変な棒を持って歩いてるのをさ、少女がくっついてくんですけど、あとこれ実はなんかこの後の続きも本当はあったらしいんですよ。でもそこをバサッと切ってエンディング、これがまたなかなかいいんですよね本当に。エルスールのスールは南だからね、その南っていう言葉にはいろいろな、なんていうかな、隠喩が混じっていて、その明るい未来みたいなことを指すこともあるし、その、冷たい状況から暖かい状況に移るっていう意味もあるし、まあ、アメリカの場合だと南へ行くってすごい分かりやすくて、まあカリフォルニア州へ行くとかフロリダへ行くとかそういうことになるんでしょうけどね。いうことで、なんかミツバチのささやきだけ見てる人は多いと思うんですけど、エルスール捨てがたい傑作ですからね、ぜひ2本ともあのご覧いただけると。で特に新作瞳を閉じてがね来週の公開ですから、もうこれ見るとエリセのほとんどの作品見られることになるわけですよ。不思議ですよね、佳作なんで。確か5作か6作ぐらいしか撮ってないよね。え5と2分の1だっけだったかな、なんか短編を1本ね撮ってるとは思うんだけど、まああとはだからあれだよね、なんだっけあのリンゴの話、リンゴじゃないのパルメラじゃなくてなんとかの陽光、マルメロだ、よく思い出したね、マルメロの陽光があるぐらいですもんねこれにね。あともう一本あったっけ、なんかこんなもんだと思うんだよね。ああだからやっぱり少ないですよね。その中でもこのミツバチの咲きとエルスールと瞳を閉じてを見ればほぼもう全部見られるわけですから、マルメロ以外はね。ということで、あの世界を代表するビクトリー・エリス監督の素晴らしい日本が見られるなんてすごい素敵なことだと思うんで、ぜひ劇場にお運びください。これ課題作にしてもよかったね、うん、あんまり気持ちがこもってないですね見てますか房子さん、ちなみにこれ日本。いやね、残念ながら見てないんですよ、ビデオとか配信でも見てない、見てないんですよね。これ T さん絶対 T さん気に入るから、これ日本とも
素晴らしい作品ですよ、本当に。まあ、それは見る前からもうね、うん、多分そうだろうなとは思って、ハードル上げて見に行ってもう映画見るとハードル忘れるから、うん、最後は感動してると思いますよ、ぜひ、うん、おすすめです、はい。東京はヒューマントラストシネマ渋谷と木野シネマ立川高島屋 SC 館で上映ですね、はい。次、国立映画アーカイブ番組代わりになりました2月6日、火曜日からの上映ですね。日本の女性映画人の1970から80年代ということで、まあ、いろんな映画が取り上げられてますけど、1週目は大誘拐レインボーキッズとか沖田総司から、それからはこれあれか、前森田監督のそれからかな、森田義満のそれからかな、それからも素晴らしい作品見ました。それから見てないのか、あれ面白いですよなかなか。それからとかね、あと黒い雨、ビーバップハイスクール、うんたまぎる、あと小林信彦監督の廃止とかも見られますね、1週目。あとあれですね、左幸子監督作品の遠い一本の道、あとポルトガルと合作した恋の浮島、いろんな作品、その人は女教師とかもやりますね、その人は女教師やるんだ、なかなか相変わらず面白い作品が並んでますので、ぜひお運びください。次、これですね、渋谷ユーロスペース、オーストラリア先住民映画祭2024ということで、まあアポリジニーは有名ですけど、なんかもう一つこの何て言うんですか、トレス海峡島庶民っていうのがあるんですよ。だいわゆるトレス海峡の島々に先住してた、まあ原住民ですよね、の方々もいて、まあそのオーストラリアの先住民っていうと、まあ、我々映画をね見てる、多く見てる人たちはアボリジニの人たちが有名ですけど、そのアボリジナルの人々とトレス海峡島庶民っていうのがオーストラリアの先住民にあたるそうですね、うん、いうことで、なかなか興味深いですよねこれもね。昔は結構ね、いろんなそのアボリジナルの人々が登場する映画いっぱい、緑のアリが夢見るところとかね、いろんな映画があったと思うんですけど、いろんな映画見てますけどね。オーストラリアからね出身のハリウッド映画人も非常に多いので、まあいうことで、なかなか面白い映画祭ですよね、こういう映画祭ね。こういうのを見ると違う文化に触れるっていうね、映画の楽しみの一つが味わえるので、ぜひこれもね、2月3日1日だけですけどね、ぜひなんかご覧いただければと思います。次、テアトル新宿は、まあ、あんまり普段オールナイトは取り上げないんですが、なかなか面白いオールナイトなんでご紹介しておきます。2月3日のオールナイト、オデッサミッドナイトムービーズボル16ということで、2023年度の新藤兼人賞の受賞作品を一挙上映するオールナイト、これなかなか便利ですよね。ということで、曖昧な楽園と私が見ている世界は全てと、角川会長がおとり、もう会長って言っちゃいけないんだね、角川通彦さんがおとりになったので、はい、月も上映されるということで、まあこれご覧になってない人はこの3本いっぺんに見ると結構楽です。このチャンネルでは私の見てる世界は全て取り上げたよね、取り上げなかった、取り上げてないです。じゃあ俺が見てるだけですね、うん、私が見てる全ては取り上げ、月だけですね取り上げた、はい、いうことで、なかなかインデペンデントの日本とね、あの角川が配給した月、お亡くなりになった河村プロデューサーのね最後の作品の一本、うん、どれが最後なんだろうね、川村さん、ちょっと分かんないよね、うん、はい。次、今週の午前10時の、映画祭13ですけど、いよいよあと2番組になってますけど、今週から番組代わりでリバーランズスルイットとスケアクローの2本ですね。でリバーランズスルイット 4K ですね、1992年のアメリカ映画で、1993年9月4日東宝東亜配給で公開されて、キネマ旬報ベスト10では第7位と読者選出の外国映画賞を取っていると。でアカデミー賞は脚色賞と音楽賞の候補に上がって、撮影賞が受賞しているということで、3部門候補で撮影賞が受賞で、アメリカのゴールデングローブ賞の監督賞の候補になっていて、監督はロバート・レッドフォード、アメリカの大スターですよね。1936年の、今年88歳なんですね、もうね、当時54、5、6歳な感じだと思います。油があると乗ってる頃ですよね、うん、
で、なんかあのその主演をした、なんだっけ、ブラッド・ピットが当時ロバート・レッドフォード2世とかなんとかって言われてましたよね、結構、うん。で、当時この砲台も話題になって、なんか東方東がその頃フィールド・オブ・ドリームスとか、ダンシング・ウィズ・ウルブスとか、リバー・ランズ・スルイットとか、もう日本語にしようがないカタカナ英語のタイトル、もうそのまんまっていうのをやってて、結構これは話題になりましたよ。で、日本人はですね、当時リバランって呼んでました。これリバラン見た？リバラン、何リバランってね、レバーが走ってく話かと思っちゃいますよね。それ竹内さんどう思ってらっしゃったんですか？僕は非常に不愉快でしたね。やっぱ変え、覚えらんないですもんね、なかなかね。じゃ変えた方がいいと。僕はやっぱり東亜といえばやっぱ砲台ですからね、昔は、あの戦前からずっと東亜商事の頃からね、ずっと、まあ、東宝に買収されて東宝東亜になって以降ね、そういうタイトルが多くなりましたけど、もう一本のスケアクローですけど、スケアクローはジェリー・シャッツバーグ監督の代表作ですね。1973年のアメリカ映画で、日本ではその73年の9月22日ワーナーブラザーズの配給で日本上映と、カンヌ国際映画祭のパルムドールとキネマ旬報ベスト10、なんと第1位だったんだよ当時ね。で、僕はこれテレビでしか見てないですね。確か吹き替えはジン・ハックマンが小池浅夫さんで、アルパチーノが野沢ナッチのバージョンで見た記憶がありますけど、スクリーンで見てないんで、今回ぜひスケアクロー見たいですよね。私もビデオでしか見てないですね。あ、そうですか、いい映画ですよね。まあでもホームレスだよね、あれ。まあねなんか真夜中のカーボーイに似てるよね。似てますよね、時々ごっちゃになるんだよ。ならないでしょ、さすがに。映画の中身がね、汚いしね、二人とも。そう、ジン・ハックマンほんと汚いし、まあいいや、どうでも。はい、次、単館名画座情報ですが、今週からですね、バービーの、まあ、凱旋上映が行われるみたいで、東京は新宿ピカデリー、丸の内ピカデリー、東宝シネマズ、六本木ヒルズで上映されますが、割と全国的に数館で上映されると思うんで、バービー見逃してる方も多いかもしれませんからね、ぜひ見たら楽しいし、まあ現代のいろいろな我々の地続きのテーマとかもいっぱい入ってる映画だと思うんで、ご覧いただければと。アカデミー賞にも7部門だっけ、濃厚になって、ライアン・ゴズリングがアカデミー賞の助演男優賞のノミネートされてますよね。はい、それから、今週ですね、2月4日、1日残りましたね。先週もう終わって、2月4日、1日だけになりましたけど、ペットショップボーイズのドリームワールドが特別上映で、東宝シネマズチェーンで上映されますんで、ペットショップボーイズのファンの方はぜひお運びください。次。あと千年女優のリバイバルが続いていて、もう最初にやってる感は終わってったと思いますけど、2日からシネマート新宿で、ムーブオーバーされます。なんかご覧になった方も結構いらっしゃって、なんかね、コメントもいただいて、佐藤さんがクレジットされてるっていうんでね、本当にありがたいです。あれは名前だけですよね。何やったんですか？監督とお話も随分しましたし。それはなんていうスタッフクレジットなんですか？クレジットはないな。制作でしょ。制作クレジットやったプロデューサーだ。プロデューサーなん偉いです。すごいじゃん、千年女優のプロデューサーばかりしてます。かなりバカにしてます。あとね、ドリームワークスとのネゴシエーションはやりましたね。ああ、そうなんだ。やったね、先週話したもんね、面白い話でしたね、聞き逃しかった方は先週のどこで喋ったんだっけ、雑談だっけ。覚えてないです、ね、覚えてないね、どっちだっけ、どっちでしたっけね、ここかな、こっちじゃないですか、ね、公開作のところで喋ったかもしれないです。しかも19日の時に喋ったんじゃないかな、だから19日の前の木曜日の公開作のところで佐藤さんが、あ、違うか、雑談か、質問来たのか、雑談かな、なんかそんな気もしますね、雑談って答えたんだな、コメントが来てた、なんかこれストレンジャーさんとかでもやるんですね。あ、そうそう、やります、やります、それから恵比寿ガーデンシネマさんでは2日からポトフ美食家と料理人のムーブオーバーですね。これ映画的にも非常に教師たちのぶる素晴らしい映画なんで、あの見逃されないことをお勧めします。変な言い方になっちゃったねからアップリンク吉祥寺では2日から8日、巡るカカオ神のフルーツに魅せられた日本人、1週間限定ムーブオーバー上映します。ユナイテッドシネマ豊島園ではいよいよハリーポッターシリーズ最後になりましたね。あ、最後が終わって、なんかやっぱり
評判良かったのか賢者の石を再映するみたいですね。2日から限定上映でハリーポッターと賢者の石再映するそうなんで、見逃してる方はどうぞ。から、国立映画アーカイブ長瀬記念ホールでは先ほど紹介したその女性映画人の前に2月4日もうあとだから3日間ですかね、上映が残ってますんで、よみがえったフィルムたちシネマ リトロバート映画祭、いよいよ2月4日日曜日までですね。ブッシュマンあるナイジェリア人青年の冒険とかがまだ残ってますね、はい。次、渋谷シネマベーラでいよいよ最終週になりましたクールビューティー小山明子、が上映されます。ボロ家の春秋とかまだ結構いろいろ面白い作品になってます。ボロ家の春秋これ面白いそうだよね。原作は誰だっけ、ボロ家の春秋は。あれって書いてないの、なんでだろう、不思議だな。はい、次、文芸座ですね。文芸座は池袋新文芸座は、14日まで氷伝鬼の筆出版記念戦後最大の脚本家橋本忍シリーズの2で、羅生門、女殺し油の地獄夜の鼓7つの弾丸黒い菓子あるサラリーマンの証言白い巨頭上位打ち配慮妻始末影の車砂の杖八つ墓村傑作佳作話題作ばかりですね、上映されてますんでぜひどうぞ。それから新文芸座シネマテイククロード・シャブロールもいよいよ最終回になりましたね。2月2日これが文芸座新文芸座シネマテイク開催100回記念ということでクロード・シャブロール監督作品境界線が上映されますね。主演はモーリス・ロネ、ジーン・セワーグ、ステファン・オードラン、ジャック・ペロン、なかなかいいキャストですね、はい。それから文芸座はまだまだ番組が続きまして2日3日25日佐藤さんの大好きなジャンルであるタイムリープの代表作恋はデジャブこれ見てますか。いや見てないんですよ、ね、僕も見てないんですよ。ぜひ見たいなと思ってるんですけど当時見逃しまして、まあ、できればここでキャッチアップできると嬉しいけどちょっと最近忙しくてなかなか見れないですよね。それから3日4日10日ようこそ魅惑のインド映画の世界へということでサルカール一票の革命それから96ウォーウォーの3本が上映されますね。3日から14日、まあ、いろいろと上映されてきてます。孤高の映画作家ジョン・カサベテス今回はアメリカの影フェイシズ壊れゆく女チャイニーズブッキーを殺した男オープニングナイトラブストリームスが上映されます。なんかカサベテスのおすすめを聞きたいとおっしゃる。カサベテスも全ておすすめだよねこれはなかなか甲乙つけがたいですよね。そのやっぱり壊れゆく女、ラブストリームス路線もあればチャイニーズ仏教を殺した男、からアメリカの影ね、これはこう落ち着けがたいですよね。まあおすすめっていうか一番好きなフェイバリットは前も言ったけどグロリアなんですけど今回グロリア上映されてないので、うん、もうこうなると、まあ、どれもこう落ち着けがたいですよね。なかなかそのカサベテス組のジーナ・ローランズ、それからピーター・ホーク、ベン・ガザーラ、いろいろもうあれですよね、キャストも揃ってるし、面白いですよね。となると、うん、お時間がスケジュール都合というところから優先して、ね、そうそうそう、見られるものから見ればいいんじゃないかと思いますよね。どれも素晴らしい作品です、うんうん。とにかくアメリカのインディペンデント映画といえば、やっぱり代表的な監督がジョン・カサベテスということ。ハリウッドの映画に出て金稼いできては、自分の映画を作るというのがカサベテスの本流だったと思うんで。はい、それから、3日9日11日新文芸座アニメスタイルボル170アニメ映画の音を楽しむということで佐藤さんが絶賛してましたブルージャイアントが上映されます。それから4日、グリーンマイル、当時ギャガさん配給でねスティーブン・キングのヒューマンな感動作、グリーンマイルなかなか映画もよく出てきました。なんだっけ『ショーシャンクの空に』の監督フランコ・ダラボンのね代表作2本のうちの1本ですね、から早稲田松竹ですね。次は早稲田松竹がね2月まだゲットしてないんですね。早稲田松竹は明日2日までバーナデットママ行方不明とモナリザンザブラッドムーン2本ともこのチャンネルで取り上げました。でレイトショーはマーティン・スコセッシの隠れた女性画の名作アリスの恋、主演エレン・バーンステインでエレン・バーンステインが確かアカデミー賞の主演女優賞に取ったかノミネートされたかちょっとよく覚えてないですけど代表作の1本ですね。
が3日から9日、さらば我が家ハオベッキ、このチャンネルでも取り上げましたね、がブエノスアイレスが上映されますね、まあ、レスリーちゃんの、いわゆるゲイムービーなのかな、特集ということで、レイトショーもなんとスタリークアンのランユ、これもゲイムービーの、香港はイギリス統治下だったからなかなかゲイも厳しい、措置を取られてましたけどね、ランユーが上映される、ランユーは結構珍しい上映だと思うんでね、これも確かカンヌで見たような記憶がありますけど、続いて目黒シネマ、1日から3日までヤン・ヨンヒ監督特集ということで、ヤン・ヨンヒ監督の4作全部、これは T さんにお勧めしたいけどね、うん、ディア・ピョンヤン、愛しきその家族の国、スープとイデオロギーといって、まあ、ディア・ピョンヤンでお父さんを描き、愛しきソナで姪っ子と北朝鮮を描き、家族の国でその、実際にあったお兄さんたちの話を、フィクション化して描き、でお母さんをフィーチャリングしたスープとイデオロギーの4部作ということで、家族の国、私宣伝プロデューサーを務めまして非常に思い入れもある映画です、ご覧いただければと思います。4日から10日デイビッド・クローネンバング特集で、4日から7日がクライムズ・オブ・ザ・フューチャー、このチャンネルでも取り上げましたね、ステレオ均衡の異質プラスクライムオブザフューチャー未来犯罪の確率、そしてビデオドローム 4K ディレクターズカット版スキャナーズが4日から7日までから8日から10日までクラッシュ 4K 無修正版が世にも珍しいファイアボール上映しますね、裸のランチ 4K レストア版ザ・ブルード怒りのメタファーが上映される、デイビッド・クローネンバーグもここで見たら8本見られるってことですね、すごいね、かなりカバーできますね、と言っても彼は相当作ってますけどね、どうやら30本か40本ぐらい作ってるよね、確かね、はい、次、神保町シアターですね、神保町シアターはセレクション女優魂忘れられないこの1本の特集をやってまして、明日2日まで渋谷みどり、安さもっさ、田中絹代、千草よ永遠なれ、川島雄三、須崎パラダイス、赤信号、浦山キリロ、飛行少女が上映されてます。で3日から9日番組代わりで溝口健二監督作品、キネマ旬報ベスト10第13位、雪婦人絵図、そしてキネマ旬報ベスト10第20位、山田洋次監督の霧の旗、後にこれね、桃江ちゃんで、桃江ちゃんだっけ、リメイクされましたけどね、霧の旗、確か桃江ちゃんだったよね、うん、これはだから倍賞千恵子さん主演ですね、それから長谷部康治監督が撮った助手サソリ701号恨み節第4作目、あ、また重ね言葉言っちゃった、第4作だったかなこれ、それから野村義太郎監督作品でキネマ旬報ベスト10第6位鬼畜が上映されますね、下高井戸シネマ明日までホロコースト証言シリーズ3部作エドワード・ヤンの恋愛時代 4K レストア版リバイバル、69伝説のロックエスコンサート・フォー・ジョージクルリの映画、そして3日から9日まで鈴木清純生誕100年記念 4K の3部作ですねが上映されるのと、月、ガッチョ・ディーロ、ジャム・ジャム、キャロル・キング・ホーム・アゲン、さよなら・ホヤマンが上映されます。結構みんな見逃してる映画多いんじゃないかと思うんで、ぜひここでキャッチアップできればいいかなと思います。からラピュタ・阿佐ヶ谷では1月の2日から2月の10日までいよいよ最終週なんですね、千葉屋敷至高の世界ということで、明日2日まで沈丁下、大盤完結編、未練、ホノルル東京、香港が上映されていて、3日から6日まで、未練とホノルル東京、香港の2週目と、裸の重役、河内風天族が上映されますね。7日から10日、いよいよ最後の、番組は、春爛漫、裸の重役、河内風天族の3本が最後に上映されて終わり。でモーニングは相変わらず私今のところ全部見てますけど、近衛十四郎の柳生下町シリーズ4作まで終わったんですね。で現在上映中が、1,2,3,4,5 作目の、柳生下町片目の10兵衛、これが5日月曜日まで、2月6日から12日までが柳生下町片目水月の剣が上映されます。次モーク阿佐ヶ谷、モーク阿佐ヶ谷は、2日から8日までがストーリーオブフィルム、ストーリーオブフィルムって あれですよね、監督何だっけあの人、なんか変わった監督いますよね、ストーリーオブフィルムの監督何だっけあの人、マーク・アイシャムじゃなくて何だっけな、が、まあ、テレビでもともとやったアメリカ、映画の歴史、あこれだストーリーオブフィルム、うん、
マーク・カズンズがやったやつですね。それのテレビ版をだからずっとこれやってるんですよね。そのエピソードのエピソードのまず1と2を2月8日か、あ、2日から8日まで、キャロル・キング・ホーム・アゲイン・ラブ・イン・セントラル・パークから、ビーガンの2本、3本か、2本か、ビーガンのショートストーリーとカイリー・ブルースが上映されますね。あとジャンヌ・ディエルマン、相変わらずこのチャンネルもずっと言い続けてきてます、ジャンヌ・ディエルマン、ブリュッセル、1080コメルス下半通り23番地が上映される。まだ、ご覧になってない方、ぜひこれは一見の価値があるんでね、見ていただければと思います。キネカ大森の2日から8日の名画座は、他人と一緒に住むということ、お、違うな、違うね、これは違う、これは別な番組でしたね。2日から15日、2日から8日の番組はこのチャンネルでも取り上げましたパク・チャヌク監督の別れる決心、これなかなか面白かったですね、うん、これ佐藤さんはフェイバリット入れてなかったよね。入れたのだったっけ、入れた、僕は確か10何位とか入れたよね、うん、T さん入れてないですね、入れてないです。あと告白あるいは完璧な弁護、あのこのチャンネルでは取り上げませんでしたけど、皆さんから取り上げればよかったのにと散々言われた作品が、上映中ですね。それから、2日から、あ、この紹介するの忘れてた、ビデオ、あ、ビフォーサンライズ恋人までのディスタンス、これ今週例 の、 あのフィルムワークスのリバイバルシリーズで上映なんですよ。だから都内で何巻か上映しますね。で、ビフォーサンライズ恋人までのディスタンスっていうのは DVD のタイトルなんですよね。で、公開タイトルは恋人までのディスタンスだったんだけど、後にあのアフターサンセット、ビフォーサンセットかという作品を続編として作ったんで、そのタイトルで公開されたんで、それで DVD タイトルがビフォーサンライズ入れたんですよ、ね、なるほど、うん、リチャード・リンクレーターの代表作の一本ですね。それからパーフェクト・デイズと笑いの怪物のムーブ・オーバーが始まります。キネカ思いね、このエリアが得意な方はぜひどうぞ。ストレンジャーですね、母体が変わったそうですけど、2日から15日千年女優、それから、あ、そう、千年女優だからストレンジャーでもやるんですね、はい、2日から R とのムーブ・オーバー、から多分これホームページで確認してほしいんですが、最悪な子供たち、理想郷、枯葉、赤い糸、輪廻の秘密が多分上映中かな、もしかしたらもう終わってるかも分かりません。それから下北駅前シネマ K2 は2日から8日、ここが他人と一緒に住むということですね、が上映になります。からアメリのデジタルリマスター版が上映になりますね。それから K22 周年記念ということで、オールナイト上映の邦画ナイトが、2日と3日に あのありまして、邦画ナイトが2日、洋画ナイトが3日やるそうなんで、番組は、ホームページで確認してください。でもしかしたら終わってるかもしれませんけど、続映中じゃないかと僕が判断したのが、あずきと雨字幕版、トークトゥーミートークトゥーミー、ポトフ美食家と料理人、ジャンプダーリン、春の嵐がやってくるまで、ゴーストワールドが多分上映中だと思いますけど、ホームページで確認ください。下北沢トリュートは 3日から、1月の3日からずっと冬のアニメ三昧2024が上映されてますけど、1日明日までガールズ&パンツァ最終章第1話、第2話、第3話、第4話が上映中。あとストールンプリンセス、キーウの王女とルスラン、イニシエの王子と3つの花、北極百貨店のコンシェルジュさんが多分明日まで上映中だと思います、上映だと思います。2日から番組代わりで新海誠監督特集2024ということで、スズメの戸締まり、天気の子、君の名は、星の声が上映されます、ね、あれ我々を見たのは何だっけ、あれリバイバルというか再映で見たの、なんかやらされたよね俺。面白かったんでしょ。いや面白かった、すごく。なんだっけあれやらされたの、どうしてもやる、これです、秒速5センチ、秒速5センチメートル、 センチメートルだ、面白かったですね、面白かった、なかなかよかった。でもまあ、スズメの戸締まり、天気の子、君の名は僕も見てますけど、星の声見てないんですよ。星の声見て、見てみたい。じゃあリバイバルやったら、いやだからここで上映するんですよ。いやもうちょっとかっこいい、ちょっと火を大きくない、だよね、トリウッドに行くの大変だもんね、しかも多分1日1回しか上映しないし、まあ、いうことで今週は以上でございますね、はい、
じゃあ、今週のシネマサロン課題作品のおさらいですが、はい、熱の後に、はい、罪と悪、はい、ダムマネーオールガイを狙え、はい、そしてヒア、以上4本にしたいと思います、はい、あと最後に告知ですが、はい、2月17日、うん、もういよいよ2月に入っちゃいましたんで、いやもうなんかあっという間だね、2週間ちょっとです、もうあとすぐだよね、梅田ラテラルで、うん、関西地区初の関西のあの皆さんとお会いできるのを楽しみにしてます、はい、なんかあの一生懸命 T さんがその日のコンテンツを練っておりますので、はい、何をやるのかよく分かりませんけど、全く何も練ってない私っていう、何にもしてませんね、ザッといや、ただあのなんかドリンクメニューは前回より全然いいねっていう、そういう話でしかまさかそこ、はい、あのそこで盛り上がるとは、ちゃんとしたやっぱりなんかトークするならね、なんかお酒飲みながらやりたいよね、みんなと一緒に、はい、うん、いろんなお話をしてくださいます、2人が、はい、インタラクティブにやりたいですね、うん、ということで、13時開演を予定しておりますので、よろしければ梅田ラテラルさんのホームページに、覗いてみていただければと思います、ということで今週末公開作品について語ってまいりました、どうもありがとうございました。